新型コロナウイルスの感染拡大に備えるため、安倍総理大臣は今日の夕方、緊急事態宣言を出す方針です。緊急事態宣言で指定する地域は、東京、神奈川、埼玉、千葉の1都3県に加えて、大阪、兵庫、福岡の合わせて7つの都府県で、期間は1ヶ月程度です。これにより、都府県の知事は、住民への外出自粛要請や学校や劇場など施設の使用制限を求めることなどができます。一方で安倍総理は海外のような都市を封鎖することはないとしていて、公共交通機関やスーパーマーケットは引き続き営業を続けるとして、対象地域の住民に冷静な対応を呼びかけています。